皆さんこんにちは。すみません、こんな平日の真っ昼間から突然配信してしまって申し訳ありません。ちょっと僕の勝手な都合なんですけど、心眼回して証拠を稼がないと、この体力がね、満タンなんですよ。野党の体力、漆も出さなきゃ。ちょっと決勝戦まであともう1週間ないので、ギリギリまでできる強化は進めたくて、この野党狩り1回すら無駄にしたくないと思いまして、実はもう昨日心眼回しちゃってるんですけど、何年、110年ぐらい回したかな。で、結果は今書いてある通り、義弘信玄、兄貴おはよう。ハゲ、ユッキーハゲでした。信玄とユッキー以外はもう証拠にしてます。なんと信玄、関突リーチです。今川義元も関突リーチ。CCK さん、おはようございます。そちらは朝ですか？よし。行きまっか。90年したのか。90年してさ、この1、2、3、4、5体って結構よくない？昨日ね、そのまま続けたかったんですけど、なんで昨日やめたかっていうと、そうそう、今日、心眼僕の都合でこんな真っ昼間から回すの配信するだけじゃあれかなと思って、おそらくアザーの長政が1体手に入るので、金チケ消費で。それのちょっと性能を見ていこうかなと思います。まあ、26枚か、多分いけると思うんだけど。じゃあ行きましょうか。あと、あれだね、シス派とカルダノの島は停戦したみたいで、その島は九州短大が、苦言状を取るっていう話で終焉を迎えたようなので、今週末の出戦、シス派は万全の体制で挑んでくることでしょう。いや、今から楽しみです。じゃあ進行いきます。はい、よ。220連目か。220連。きた。当たりです。突を進めれない武将が出るくらいだったら、魂にもできなくて突進めれないようないい武将が中途半端に出るよりかは、今こっちの方が嬉しい。昨日と比べたらこれちょっとペースが悪いぞ。ペースが悪いぞ。半分終わりました。半分終わりました。1、2、3、4、5、6体。これは溶かせれない、溶かせれない。れない。レンチャリ、これ何？ SSR の出が渋いぞ。当たり。
たり。あと100連。1,2,3,4,5,6,7,8。6体超え。はい。よし、当たり。ん、当たりなのか、まあまあいいや。よし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 、いいぞ、餌がいっぱい。鍋さん、どっちか。強めって何凸だ。強めも4軍に入るかな。ちょっと時間の時試してみよう。じゃあラスト40連。2枚抜き来い。なんで今来る、お前。なんで今来る。ラスト。よし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 。ああららららあららら。わからない。もう一体来るかもしれん。ドット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 、多くの多くの。いやー、ダメか。でベッキーしてーと。いやー、でもどうなん、 SSR はたくさん出たけど、溶かせれないやつも多々あるから。千代目。あー、ケチ、トッツできんやん。そう、主力の覚醒は進められなかったっすね。まあでもみんな生贄になってくれ。大丈夫だよな。
バイバイ。そしてやっぱアザナガマサは一体は確保できますね。大長儀の性能が気になってたんですよね。1 1 1 1、クソ。一体ゲッツ。使用目覚醒しよっか。三好長慶を四突にするか、半兵衛を、三好を四メラにするか、半兵衛をドドンドンドドン、半兵衛を二メラにするか、吉本をここまで起承転の転まで進めるか。どうだろう、シスター戦までにゴメラできるかな吉本。吉本で行くか。ゴメラまで着工できなかったらこれ無駄になるんだけどね。地震軍団の槍の攻防が上がっても意味ない。直接ダメージの依存値が 20% 上昇も、まあ知れてるっちゃ知れてるような。超越相手に、超越相手だったら、どうしようかな。やっぱ野党を狩るのが無駄にならないようにするために吉本さんにします。超越、めっちゃなくなる。やばっ。いやーこれシスハ戦の前にもう一回心眼ないときついな。でこのへんてこな新機能は相変わらず使えませんね。まあだけど重秀でカンメラしてない人は嬉しいのかな。これ重秀とか銀千代のメラ進める人はいいかもね。今回もパーです。ブコン。さてアザーの長政、今40分か。ちょっと待った、声聞こう。いた。ゲーム音入ってますか。
りましたぞ。強くなりましたぞ。あれ？この声優さんの名前見たことあるけど。我が忠誠は、え？このトンボ切りでも断ち切れぬ。え？ん？全然声違くないか。豊臣御奉行筆頭の手腕お見せしましょう。出陣しましょう。出陣しましょう。ああでも殿にお仕えできること光栄に思いまする。ああかなり低く喋ってるけど。殿にお仕えできること光栄に思いまする。ああ言われてみたら気づくけどね。心で気分いつをもって脳を待つ。これすなわち必勝の策。これさ、声優さんの名前載ってなかったら気づかないですよね。強くなりましたぞ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 。あつしさん、あ、そっか、今日は体育祭の振り替え休日か。強くなりましたぞ。ただよ。学校に携帯持ってってるのかと思った。さてさてさて、今川義元は名門今川の進軍を鉄砲野党さ。やっぱ中学ではダメなんだね。鉄砲野党を倒せて結構ハードル高いんですよね、野党の中で。じゃあもう37で回すしかないな。でも第一奥義が全兵種使えるから超越進めるにはね、忍者のバフがかかるからあれなんですけど。今川義元の出陣ぞ。ちょっと BGM に変更。橋本環奈さん、こんにちは。てか今来てる物質良いの。そう、それをね検証しますよ。ありがとうございます。仕事は W 今サボってます。ちなみに今どこから配信してると思いますか？私もサボり中。W サボり中。仕事は車の中。ブーです。なんか動画撮ってたところ。動画撮ってたところがあれ仕事場です。銀行ブー21回。兵数上昇減少型やった。キャバクラ惜しい。ダメだ。野党レベル36以上だと多分
無凸じゃ全くダメージ与えれませんね。ここ一。ちょっと待ってね。除外みたいなの出ないね。ここ一。ブ。ココイチでこんな独り言喋れてたらかなりメンタル強強です。女性の家、あれ兵数変わってないの。女性の家ブー欲しい。兵数変わってねえぞ。なんか竹中半兵衛っぽい奥義じゃなかった。セブンイレブンのどっち、店内か駐車場か。戦闘開始前にいずれかの敵部隊に 1% のダメージを防御を無視して与える。 1% じゃ全くなのかな。店内入るところの入り口入り口で座り込んで。残念ながら僕にはそんな ATM の前、そんなね度胸はありませんATM の前、まあ出入り口よりかはマシっちゃマシですけど。警察署の前、警察署の前ブ。こんにちは。兵数上昇減少どういうこと。ハルボーさんこんにちは。いや、和平が結べてとりあえず良かったですね。良かったですね。良かったですね。これで万全のシスターと戦える良かったですね。良かった良かった。ちゃんまるさんこんにちは。今日も引き強すね、うん、やっぱ頑張って最近いい。この前が悪すぎた。この前でもまあ十分いいんちゃいいんだろうけど。私の手錠使って演習拠点やってほしい。私の手錠使って、兵損あまり出したくないんですよね。ねえ、ねえねえねえ、それよりさ、なんか面白そうな奥義かなと思ったけど全くっすね。私も浅野長政さん監督させようと思うんだけど。まあ予算に別に限りがない人はねえ、もう出た部署出た部署を突進めりゃいいんですけど。予算に限りのある人はね、やっぱ今育ててるやつを1軍とか2軍で使ってるやつを目に進めた方が近道ですよね、強くなる。要は3メラの武将ばっかりが1軍2軍を占めてても勝てないんですよ。
ゴメラカンメラ行かせないと。サンメラの武将だから、こういう風にさ、三軍に溢れちゃう武将。まあ、ちょっと後回しにしないと。片倉、絶望、三育てるより初予想わらわら。ね、片倉いまいちですよね。一応僕鉄砲だから、三好の方。想像よりも弱くて泣きそう。うん、こうか。三好の刻印集めてますけどね。想像よりも弱くて泣きそう。一応片倉は4も進めずに待ってます。あ、じゃあ進めてるのか。一応鉄砲より槍の方が強くない。鉄砲と槍でやったら全然やっぱ鉄砲の方が強いですよ。対騎馬に対してだったら槍、まあそれは当たり前なんだけど、なんて言ったらいいんだろうか。例えば僕みたいに途中から鉄砲に変えちゃうと、騎馬使ってたら勝ってた人に鉄砲部隊に編成変えたことによって負けることはあるんですけど、武将揃えれてたら勝てるらしい。鉄砲に？まあ、確かに。でもインアウトさんには全然勝てないですけどね。あ、もういねえ。もう、ああそうだ、切り替わったんだった。ね、しかも俺昨日これやるの忘れてた。10月1日やるの忘れてた。片倉重永さん、今を突でもうすぐ貫突だけど浅野さんに変えたいわらわら。挑戦。中トンハシスさんよりインアウトさんの方が硬かった。再編ももう買っちゃったよ。再編ならまだ間に合うじゃないですか。再編なら刻印に帰る手前だからまだ間に合う。じゃインアウトさんなんで硬いか、槍じゃん。ほとんどが馬だから。もう今更だけど、タラレバで合わせミスさんが鉄砲だったらインアウトさんに勝てると思う。槍使いは義弘と、あ、じゃあ義、ん違う違う、佐竹義重、佐竹義重と節斎と銀千代重秀あたり、あと今川、しかちゃん、ちなみに絆の中で、あ、これ言っちゃっていいのか。いや、槍強えっていうのはでも絆内でも話題になってます。槍強えは。
パやりつえは話題になってますね。その長野さん、ネルさん、牙はいやそうでもないっすよ。オワコンだと思う。そうでもないと思うけどな、僕は。鉄砲の方が不遇な気がするけど。うん、鉄砲の方が武将は不遇で、あと多分この兵種バランスが鉄砲ってあんまりよろしくない気がする。攻防のバランスが、足の速さのアドが埋まったのが悪い。まあ足の速さがね、槍と鉄砲が同等の速度になっちゃったから、鉄砲にね移行しやすくなったのはあるけど、首相で超越できる武将さんの質が、そう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 、そういう意味では槍の槍武将いいっすよね。槍武将いい。要は鉄砲って抜けないと、抜けないと勝てないじゃないですか。やりちんが、だけど鉄砲だったら同等クラスの相手とちょっと格上の槍使いに勝てるんですよ、鉄砲を使えばね。でも牙のままだと同等の金額の同等のメラとか突進んでる相手には負けちゃうんですよ。で、僕が一番痛いなと思うのは鉄砲と牙ね。鉄砲対牙で今まで勝ってた人に勝てなくなる理由が、要は牙でも防御力がそこそこあるから、防御依存の鹿之助もそうだし、まあ、佐竹義重も使えるじゃないですか、鉄砲使いよりかは。でシールドと回復で固めつつ攻撃されちゃうと鉄砲不利なんですよね、防御弱いから。騎兵は鉄砲が負ける。うん、なんか超越前は鉄砲の方が上だった気がするんだけど。牙は万能よね。うん、牙はいい、牙は割といい。だからやっぱりね、 T11 もう一兵種増やすんだったら牙にしようかなと思ってます。相手のシールドも回復も貫通する火力を出さないといけない。でも現状抜くのが難しいんですよね、同等クラスの牙だと。真田幸孝がいればここに入れて、見てもいいのかな。もしくはここか。まあいいや。ちょっと。信長さんがもやもやしてる。そう、ゴメラなんすよ。いつの間に。結構前ですよ。信長が超越実装される前に結構心眼で指定してないのに出てきてて、これはゴメラしろってことだなと思って、2回ぐらい心眼成就で指定してご突入させました。あら、
先手必勝、2回兵数上昇減少を与えた。89304、8930、9304。あれ？あ、防衛か。あ、おかしいなと思った。この人なら防衛なんで。ウルシアさん？防衛部隊が変な風になってますよ。29553、89304。物理ダメージ効果。うん？278しか。ダメ。1% だから計算式は これか。武将祝福212。278。うん？なんかお犬様が見てるやつどれだっけ？これか。ここの246。プラス 1065.5 っていうのは何だ？
こう入れ替えてみる。376。僕の編成の心眼チラ心眼終わったよ。結果はもう何回引くの引かないもん。天井まで回せないんで。訪問パック今日の分まだ買ってないけど、2000いくつしか、じゃあ200ん全部買って190いくつでしょ昨日全部買ってやっと300超えたんで、天井、ああ、登録者数1000人いったらいくらでも回すけどね。お犬様みたいに板金で回して嫌だよ、もったいない。いくらでもあれか、心眼、じゃあ英傑訪問で4凸とか関凸ぐらいまでは全然やりますけどね。登録者数1000人だったら。お犬様との勝負に勝てるんだったら英傑で4凸関凸目指しますよ。英傑訪問の天井が1500回なの。英傑訪問柿崎以降全部やってないからよくわからんんですけど、何を話してた。あ、そうそう、僕の舞台で一番火力が出る編成で、火力が出る舞台信長に変えてみるか。お一億資源でやっと天守31着を他の上げてたから遅くなった。ああ、他の上げてちゃダメっすよ。天守上げるための施設だったらいいけど、関係ないところ上げちゃダメ。強くなるには急がば回れでね、何も着工してない時期も大事なんだよ。ちょっとこれでもやってみるか。くそ、マリリンさんに負けた。学問とかいろいろ。ああ、まあ学問はいいけど、学問はいいわ。ダメージ与えられてる。376変わらん。
今アザロ長政の部隊が 498% でしょう。で、相手の防御力が関係してくるとしたら、第一奥義は第一部隊、第二部隊、第三部隊、ちょっと待って、いずれかの一部隊だっけ。ああ、いずれかの一部隊だから、ああ防御力を無視して与えるだから関係ないか。相手が誰だろうと、こちらの攻撃力依存になる。上限値は地震部隊の基礎攻撃力の 1000% となる。かな、反米の場合は最大兵力から除外はされないのかな。例えば忠勝の部隊に刺さった時に、アザロ長政だったら多少忠勝のシールドを軽減してくれるんだろうけど、パーセント知れてるよね。でも最大 5% でしょ。370いくつのかける5、370、僕の今の実力だ、376かける5、1880。まあいわゆる除外できるんだけど、これ超越進めても第一奥義は進化しないじゃないですか。先手必勝は進化しないよね。しまっ、もう時間がないぞ。ここに半兵衛入れてみて、これ半兵衛あった、敵の兵数の、あーでも単純に半兵衛と比較はできないか。これ敵の兵数依存か。敵部隊の兵力、
兵力の 12% はどんくらいの値になるんだ。4164。相手の兵力が34,700って値だから やっぱ格上に対してだったら反米だな全然。浅野長政は自分自身の攻撃祝福が要求されるけど、反米は相手が強く天守が上だったりとか、その相手の率いる兵力が多ければ多いほど除外してくれる兵数が増えるから、ということで、浅野の長政秀吉のネネの弟だったっけ、年家と松では結構イケメンがやってましたよね。モデルの方、名前アンフェアとかに出てた人、浅野長政。僕は浅野長政を四突ないし貫突に島せんしません。仕事してないの。あ、そういえば先ほどのクイズの正解、どこから配信してるでしょうか。答えを言います。家です。家から配信しております。この真っ昼間から家にいてすいません。なんか服が新鮮。これ作業着です。一応これが作業着です。仕事戻らなきゃなんで、もうそろそろ配信は終わります。の前に今日なんかおまけで出た福島さん、酒だ酒が足りぬ、一輪の一番やり、その名は伊達ではないぞ、さらに鋭く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 、福島がおまけで出ました。嬉しいやら悲しいやらなんですけどね、今回の新眼でのおまけは2700回引いてやっと出たのに、すいません、ちょっと僕持ってる男なんですいません。今回信玄とユッキーと家久千代目、福島明智、ベッキーはちょっと餌にできませんでした。引きが良すぎて証拠にできませんでした。つらい、引きが良すぎるのつらいよ。福島も先方か。使用名が二突になったんで、ワンチャン四軍ぐらいに入ってくるんじゃない、入ってこないかな。
あと10分。実は今決勝に向けてもっと回そう や。もっと回そうや。いつを持ってどう待つ。これす。ちょっとね、予算の関係で合戦支援買わないといけないでしょ。3万いくらで、あと何か嫌なんすよ、ね、1人では勝てんよ。そんな1人では勝てんよ。僕が今強くなっても知れてますよ。やれることはね、それじゃないんですよね。あ、ごめんなさい、皆さん決勝まで進んでないからわからないんでしょうけど、それじゃないんですよね。勝つためには逆に僕が1週間で無理でしょう。そこまで強くなるの、インアウトさんを抑えれるほど強くはなれないでしょう。なんか嫌味言われただけ。なんか嫌味言われた。が多いと聞いたけど、そんなに多いんですか。いやー、どうすかね、そんなにですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 で、軍神さんと多い W タツくんも T11 ではないかな。いやー、シス派ってタイルキルさせてもらってるはずだから、インアウトさんが僕らより1週間早くっていうか、今だともう2週間3週間分ぐらい先行ってるんですけど、耐えきるしてるのがインアウトさんだけだったら、確かに絆の方が多いかもしれない。一部の人だけなんだったら、うん、絆の方が多いかもしれないですね。それとも同盟全体でどっかもう餌じゃない、言い方が悪い、あの有志の方々から漆をもらえるんであれば、メンバー全体が、全体といってもその選抜50人、いいさ、その選抜50人が食べさす、提供していたもらってるのであれば、でもシスターの方が多いと思うんだけど、どうなんだろう。アヤナンデスさんに聞く。11サーバーを探る術がないのでわからないですけど、まあ、19サーバーにはシス派の偵察部隊がいるんで、リサリさん、T11、 ほら T10 でしょ、多分間に合わない人も多々いるんで、店主33だから T11 というわけではないですね。うちはどうなんだろう。おつかべよりかは多いですか。3倍ぐらい。おかしいな。4倍か。4倍。そんなに？
絆の幹部の方のおかげかな。19サーバーってこの機内の漆、まあ、僕がいつも漆採集できなくて困ってるぐらいなんで、機内に入ってる同盟が6つか7つあって、で機内の多領地への採集ができないから結構大変なんですよ。だから漆が実装されてうちのサーバーは遅れるかなと思ったんですけど、まあ、とある方法で、なんて言った、まあまあ、言わんとこ、なんか言わんとこ、とにかくこの状況でも T11 が多いのは絆の幹部のおかげですね。めちゃくちゃ時間使ってくれてるから、あの自身の強化より先に、課金してる人に漆が集まるような仕組みじゃないけど、風魔小太郎脱落、風魔脱落じゃねえかこれ。まあ鉄砲だからそうか。音もなく。二突風魔、二突強めにやられる。セランタンあれ？あれ？せっかく来てくださったんですけど、もう少しで終わります。あ、こんな時間に珍しいなって W、6ターンで撃破されてて、ちょっとどうしても証拠欲しくて、すいません突然こんな時間に。でもアザロ長政のちょっとした検証もやりましたし、今夜本来心眼配信やろうと思ってた今夜はちょっと内容を変更して放送しようかなと思います。題名は公式放送に俺の主張が映るかもしれないからみんなで名前考えてくれ、配信します。楽しみにしててください。あの名前考えておいて、みんな6文字です。6文字だよね。今のところの第一候補はケツシリアナです。ケツこれケツシリアナ近藤武蔵こんにちはシスアナシスアナ、てかなんなら同盟名も変えようかなっていう、そう絆って、そうそう、あの19サーバーと20が統合したときに綾小路さんがサブアカ作って、そのサブアカで絆っていう同盟を作ったんですよ。そしたら絆、もともと絆だったのが絆ツーになっちゃったっていう経緯があって、同盟名変えれるんですよね。で
これみんな絆のメンバー覚えてるか分かんないけど、決勝で千里当たったら寿司派に名前変えるかって。寿司派ね。同盟名まで変えて挑む可能性あります、僕ら。あ、それいいかもしれんね。なんか現場の人を困らせるにはそれもいいかもしれん。あれ、絆の絆寿司派、えシス派と寿司派。ありだよね。同盟名も変えてこう。ちょっと。同盟メンバーにも言っときます。寿司派にしないかって。シスアナ。近藤、一番絞りさんの近藤武蔵、いいんだけど、普通の名前みたいじゃないですか。要はコンドームって言いたいわけじゃないですか。だけど実際にいるかもしれないし、近藤武蔵さんが。と、うん、普通にこういうユーザー名なのかなってなっちゃうんで、ちょっと不採用。シスアナも不採用かな。ケツシリアナ良くないですかこれ。誰がこれ言ってくれたんだっけ、前回か前々回の配信でパッと降りてきたんですよ、ケツシリアナ。ガシちゃんも桃蔵ちゃんもさ、ケイスケさんがとかってなんか振ってくれると思うんだよね、試合中に。注目選手のケイスケさん、あれケイスケさんいない、ケイスケさんどこだってなって、でみんながチャット欄で、公式放送のチャット欄で、ケイスケはケツシリアナになってるぞ、ケイスケはケツシリアナになってるぞって言って、まあ、チャット欄でまず流れると思うんですよ。結構大事ですよ、名前。決勝戦に挑む名前大事です。やっぱり千代目が、風磨小太郎がアウト。私、尻のアナコンダって名前でゲームしてた。尻のアナコン、ああ、文字数が。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。銀玉みたいにさ、ケツの穴とかね。ケツの穴、現場のケツの穴と尻の穴さん、ん？尻は2人いるよね。銀玉でアナウンサー、変な名前のアナウンサー。花の穴だ、花の穴。花の穴、花の穴。でもケツシリアナでしょやっぱ。こんにちは、ケツ派はどうですか。ケツ派、いや同盟名ですよね。同盟名は今のとこ寿司派。果たして絆のメンバーが了承するか分かんないけど、寿司派。じゃあ皆さん、今日の夜8時か9時ぐらいまでに、僕の名前を考えておいてください。よろしくお願いします。ということで仕事に戻ります。皆さんも午後からお仕事頑張ってください。
じゃあまた配信でお会いしましょう。名前変えたらいつも流れる同名の動画と内容変わらん。それが狙いです。じゃあね。